皆さんこんにちは。食育×ロックのこんにちは。山菜ロックのワラビーズによる食育ニュースのお時間でございます。こんにちは。今週のニュースはですね、なんとワラビーズですね、はい、初めて入社式で歌う、入社式で食育のコンサートをするという大役を仰せつかりました。入社式、それ会社なんですか？会社です。ちゃんとした会社です。あ株式会社、はい、株式会社、年商1億円、年商1億以上ある会社です。すごいじゃないですか。ね、なんでですかね。すごいね。はい、呼ばれました。入社式で何をするんですか？入社式で食べ物の歌を歌います。あるいはですね、食育ニュースをこう毎週お届けしてるんですけど、はい、本来はですね、幼稚園、はい、保育園、親子イベントなどに出張して食べ物の歌を歌う、うん、食育ロックコンサートを開催しております、はい、で今回ですね、この4月2日、うん、東京板橋にある、とある八百屋さんの本社にて、ほう、新入社員の入社式にてやります。ほう、出世しましたね。出世か出世っていいのなんですよね。まあで野菜、まあ八百屋さんなんですけど、うん、八百屋さんなんで我々の一番盛り上がるソーセージ半ベーコンもできないとソーセージーあれできないんだ。あれちょっともうやめてくれと。それ以外でなんとか盛り上げてまいりたいな。なるほど。入社する意気込みを試したいなと、はい、うん、いいのか、まあ、その会社でと。まあ、おめでたいことですからね、はい、入社。そうですね。うん。さっせらーらっせらー。あ、こっちじゃないです。何それ。お友達の、はい、船の方だった。はいはい。シップ。はい。シップの方だったんですね。あっちはもう、そっちはもうバリバリですけどね。うん。なんかめでたい感じしますけど。そうですね。ロックですからね。めでたいんですからね。まあ、まあ、入社式自体はおめでたい行事ですからね。はい。新入社員の皆さん、大事なものが3つの袋というお話をしたいと思います。給料袋、はい、お袋、はい、そして金袋、この3つの袋を大事にしてやっていきたいと思います。いや、やっていこうあ、それピーでやったまあ、こんな感じで喋りつつ、いつもの歌ったりとか、はい、ゲームしたりとかいうのをして、はい、心をほぐして、うん、会社への不安をなくしてもらいたいなと思いますというわけでですね、ワラビーズ入社式も出ますんで、出ます。皆さんの会社やお店などで、うん、そういったイベントを断りましたら、カラオケ程度の、まあ、でっかい、普通に会議室だったらできますんで、ね。あ、できるね。はい。自社ビルがあれば、ね。うん。まあ、自社ビルじゃなくても、ちょっとした音量調節、こういうので、ね、いくらでもできますんで、はい。呼んでいただければと思います。食べ物系の会社、食育ですからね。ぜひね。はい。食育ロックです。はい。というわけで今年はまあそんな予定もねありつつ、いろんなお声をかけていただければなと、はい、他力本願でいきたいなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。ういっす。というわけで、まあ入社式ちょっと写真は多分ないかと思うんですけど、うん、こうご期待、はい、ではまた来週の食育ニュースをお楽しみ。バイバイ。チャンネル登録したかな。チャンネル登録お願いします。